チャチャチャチ。すっげえ僕。どうもはじめまして、ゲンズ東京のリアイテディアーズ。多分初見の方もいらっしゃると思います。あ、軽く自己紹介させていただきます。じゃあ、ヘイヘイ、ライライです。ジレイショー、はいだー、ジコのジ、違う、自己紹介、確かに、はい、どうぞ。マオです。よいしょ。どうも、リアイテディアーズ東京冬の平田と申します。よろしくお願いします。スバルです。小峠、今日も元気に頑張ります。イエーイ。あともう一人いるから、ちょっとね、ちょっと自己紹介軽く。はいはい、もうちょっと詰めた方がいいかな。そうだ、カメラ位置的に。お尻が入ってないよ、半分。マジ。あ、自己紹介しちゃっていい。キラリです。よろしくお願いします。はい、キラリです。キラリです。せーので、キラリ。はい、それはそっちか。キラリ。じゃあね、軽くタイトルコールでいきましょうか。現実東京のスキリやっちゃって。よいしょ。よい。あ、やりましたね。僕今から行こうかと思ってやりましたね。で、じゃあ画面の皆さんもグラスを持って、イエイイエイ、お疲れ様、おはようございます。おはようございます。いいっす。いいっす。よい。皆さん気づきましたか。ミルク。僕前回放送の時にうちごミルクを飲んだんですよ。未成年だったんで。はい、今飲んでんの、はい、やっと二十歳になれたんで、お酒をね、飲めるようになりました。飲めるとこ見せてあげなよ。さあ、お前ら見ろよ。え、コールないんすか。いいよ。ライも基本飲むもんね、お酒ね。ですね。今日逆に全く持って何を飲んでるのかっていう。あ、何を飲んでるのかっていう。多分今日30分が僕ひたすらグーグーらしいです。待って、ごめん。あのさ、これしかない。はい。え、なんでそんだけしか持ってきた。いや、みんなお腹いっぱいかなって。いや、もうこのメンツで飲んでたら多分泣くすことの方が多いね。あ、全然ありますよ、今日。いや、きついです。狂月ね。あ、ちょっと色が。だから、あの、言ったらそれこそ魔王もそうだし、キラリもそうだし、初めて出るんちゃう。魔王、僕、2回目っすね。あ、2回目なんだ。2回目、初めてです。そうだもんね、初めてです。キラリが初めてだか。ああ、なるほどなるほど。じゃあもうなんか、いろいろ喋りたいことがあったらもう全然。ああ、なんか聞きたいことでもいいし。聞きたいことを、あの、変なところまで聞かんで。あ、わかりました。え、あの、聞きたいこと、聞いたことが今だから聞けるの。スバルさんに聞きたいこと。いや、それ違う。俺じゃないよ、メインが。はい、俺メインちゃうから。違いますね。じゃあもう、飲んできます。あの、スバルさんが小峠って呼ばれてるのか。それ聞くの。それ、それ長なる、長なるやつな。30分のその話で終わるから。そうなんよ。なんか俺もきっかけようわからん、だいぶ薄れてるから。はい、はい、ただ誰がおったんやったっけな。誰がおったその時。リオさんのじゃないですか。いや、違う違う、違う、その前からやもんな。なんか、あ、なん、違う、なんか知らんけど、お、ちげえよバカ。あの、なんか顔が似てる。違う、一回お客様の話になって、そしたらなんかスバルは坂口あんりちゃんがどうのこうのだみたいな感じで言われてて、それがきっかけでなんかピー小峠みたいになったきっかけ。なんか知らんけど俺が拾われて、俺がいじられて、ここの中では俺は小峠ってなってるんやけど、小峠最近な、自身だいぶ薄れてるからあんま。そうっすね。あ、そうや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 、思い出した。誰と付き合いたい芸能人でみたいなことを振られた時に、あの、こっちからアクションもらったのが、俺が坂口あんりちゃんみたいになってて、それでいつの間にかそう流れになってる。実際芸能人は誰と付き合いたいんですか。誰と付き合いたい。どういう、誰と付き合いたいって。芸能人だったらどういうタイプが好きとか、その、なんていうんですけど、芸能人だったら誰がいいよねみたいな。あんりちゃんやろ。あんりちゃんか。まあ、じゃああんりちゃんで。おいおいおい、やっちゃいます。何が違うやろ、なんかいろいろあったやで。小峠と付き合いと、あ、もう分からん。
すごいな、もうそうなんよ。だからもうこうなってくんねん。だから聞かんで欲しかったワードこれ。じゃあちょっと振ってみましょうよ。まあ、ね、まあ何かある。もうキラリの評価がすごい。ナイトチューブに対してどういう気持ちで臨んでるか。ああやっぱり視聴者を楽しませることを1に、ですね。綺麗事だな。綺麗事だな。ただただ綺麗事言った。まあでも言ったらね、うん、来月20歳。そうだね。そうです。早いね。ありがとうございます。もう早い。僕まだ未成年で。唯一の未成年だね、ここで。あ、そういう嫌い事、嫌い事言うやつ嫌いだわってもうバスッと言われましたけどね。まあそうだな、でもこういうこと、こういうこと俺も見習えっていうか違うからな、大事な時に俺も結構綺麗事言ってるで。ドラミングしてほしい。音を変えた。あ、ダラララララダン。逆にない、なんかボンボン言っていいよ。え、何でもいい、何でもいい。この顔文字、自分よく使うんですよ。うん、ドラミングしてほしいの。うん、はい。言ったら、自分の俺はもう、バギナやろ、バギナ。バギナ、バギナ、バギナ。最悪だな、もう。特にこれといったテーマがないんで、僕ら、うん。だからまあなんか、あ、そうだ、俺もう一言言いたいのが、バースデーやらせてもらって。そうですね。先日。そうですね。もう本当にありがとうございました、うん、まずね。感動も、まあ。見てる人がいるかどうかわからんけど、ありがとうございました、本当に。すみません、なんかもう足を運んでくださった皆さん、ね、ありがとうございました。ありがとうございます。もうブラスみたいな感じのなんかあれ出てるけどな。もう僕も先々月バースデー、見た目的に40ぐらいは違うと思う。どう考えても今この感じで並んでたら一番老けてんのライやからね。そうですね。今一番老けてんのライやろ。横ハゲてるし。ほんまに似てます。てかもうマスクもあるけど、マスクって基本人をさ、なんて言うんだろう、隠すというか、うね、まあ自分のことをある程度綺麗に綺麗に強調したいものがあるんやけど、なんで老けてんねん逆にと思うもんな。うん、だって綺麗な顔してんのよな。してますよね。だからもう言うてしまったら一番老けてんのこっちやで。僕ちなみに29歳になりました。29歳。おめでとうございます。みそじ。そうなんよ、もうみそじですよ。もうこんな時間まで起きてたらあかん時間ですよ。あっという間でしょ、9年間、20歳から。20歳から。いや今僕先月20歳になったばっかじゃないですか。ああ。いわば19から20歳になるまでってすごい長いと思ってたんですよ、僕自身。いわばまだ20歳から、まだ全然20歳になれないなと思ってたんですよ。いわば1ヶ月すごい長く感じたんですよ、20歳になるまでが、うん、でも今20歳になってからあっという間に3ヶ月ぐらい経ってるんで。あ、でも早いと思う。早い。もうだって分かんないもん、いつの間にかだし、いつの間にか29だし。でも26ぐらいから寝起きに胃が痛い。ええー、これガチね。あの24、5の時って結局どこまで飲んでても次の日になったらよっしゃ今日も頑張ろうみたいな感じのテンションにはなるんだけど、俺ハゲてねえし。全くもって小峠と連想させすぎそうだよ。もうなんかいろいろ、しかもハゲじゃねえだろあの人は。多分意識的にやってるもんだからね。あれハゲじゃねえ、スキンヘッドっすからね。そうなんだから、もう言ったらそれこそ26が一番自分たちにとっての、もし水商売やってるのであればもう佳境だよね。一番きついと思う。胃が痛くて起きれないとかかなり多いと思うよ。特にもう20歳そこそこからやってる人は特にそうだけど、うん、きついと思う。内臓の老化が早いってことですよね。早い。やだなぁ。なんかもうすごいことになってる。でもだから言ったらいつまで水商売できるかじゃない。体的な問題ですよね、うん、内臓怖いな。言ったらさ、それこそさくらさんとか、ジャムの大学のさくらさんとかも来月でね、現役ラストのイベントがあって、まあ今あの同じグループやからもうもちろん宣伝させてもらうけど、でももうさくらさんも今言ったら僕よりも年上ですしね。社長もそうですもんね、うちの社長。社長はもうだってプライ…なんかもうあれやろ、自由に飲んでるやん。そうっすね。なんかちょろっとついてるなと思ってふわっと席ついたら下ネタしか喋ってないっていう。ハイボール片手に他にないんみたいな。もう多分気持ちいいんやろうね。うちの社長さんが気持ちいいんですかね。そうもうだからうちの社長さんはそういう人間やからね。あ、だからもう自由ですよ。いいですね。うん、まあ、好きにやってますね。本当に好きにやっちゃってるよな。まあいいことやけど、もっとですね。うちのうちの社長さんのからのが一番きついわ。社長さんからの
バナナかかったスラミング。いや、言ってることわからんわ。なんか言ったらいいや、なんか聞きたいこと、喋りたいこととか。喋りたいがあれば。ネタはどうもないです、ね。ないか。全く考えてないです、ね、やっぱり。ちょっと今日終電遅れたぐらいやもん。終電もないです。ないな、終電もないし、ネタもないし、ネタもないし、おお、なんかすっきりしろわ、ほんまに。じゃあ飲もうか。飲みます。飲もう、一緒に飲もう。ピース。あ、いいよ、こっちは喋ってみて。じゃあ、マオの足の臭さについて話そうかな、僕は。あー、臭いっすね、僕の。めちゃくちゃ足臭いっすよ。最近よく本当に、なんかまあ、日向さんにね、よく臭い臭い言われてて、僕のタイムライン、ツイッター見れる人は分かると思うんですけど、うん、僕、マオ足臭いしか書いてないんですよ。足臭い。前マオとホテル行ったら臭かった。行ったことない。うん、あとはほぼ毎日は僕といるもんね。うん、すごいな。ホテル行ったら臭かった。どんくらい臭い。吐きそうに吐きそうになったもん。でも多分これディアーズの人だと思う。でもね、この辺は大体いじるよね。うん。確かに今思うのが、今ちょっとスリッパなんですけど、すごい匂ってます。すげえ匂いますよ、うん、マジですごい。やばいっすよ。くさぴ、うん、くさぴ、ほんとに。おいおい、ピーつけんな、なんか。おいおい、ピーつけんな、やめろ。じゃあ、ほんとにこっちも結びついてくるわ。目覚まし時計あるじゃないですか。目覚まし時計より靴下を部屋に入れるだけで起きる。ほら、もうなんか内容変わってきた。くさぴー小峠。嫌になってくるわ、嫌になってくるわ。結局俺に結びつけられない。一回小峠変えてみます。いや、俺じゃなくてないでしょ。いや、じゃあマスク越しのないでしょ。マスク越しで、マスク越しでいきます。マスク越しやったらよ、戻っちゃう。いや、ひなさんもなかなか臭いですけどね、ほんとに。いや、いい、だからいいよ、なんで。いや、かぐのかな、思って。いや、だから俺もかぐないで、もうライブだから、ちょっとこっちに移動してかぎます。気になるけど、怖いわな。マスク越しはしないですけどね。いい反応ください。あー、待って、すごい、なんかね、すごい。リアルに言ったら反応がしづらい。ガチな方の線で。ガチで臭いやつ。俺は嫌やな。ガチで臭いっていう匂いじゃないんですよ。なんか地味に不快になるような匂いみたいな。生温かい、正解。うん。あ、でもそれしゃあなくない。しゃあないことないんですけど、分からへんけど。なんか、あ、結構うちのプロデューサールイさんに僕相談したんですよ。足臭いんですけど、臭いけど。うちの家に来る人は大体足臭いる人ばっかなんですけど、どうしたらいいですかって言ったら、普通に商品を紹介してもらって角質取る。おー、なるほどね。使ったんですけど、あんま効果がなくて。10円玉入れたら変わんの？変わるらしいですよ。えー、マジで？靴の中に10円玉入れたら匂いがなくなるって。へー、知らねえ。でも僕ちょっと聞かなかったですけど、ね、ケツの中、ケツの中はある意味ちょっとそういうプレイになってしまうんで、ある意味貯金できるんで。しかでも足に香水はきついでしょ。めっちゃ気持ち悪いな。僕らもいい、めっちゃいいファブリーズとかを足にかけるんですよ。待って、めっちゃいいファブリーズって何？ちょっとお高めのファブリーズみたいな、あるじゃないですか。なんかグランドファブリーズみたいな、ファブリーズのワンランク上みたいな、ちょっとお高めのファブリーズがあるんですよ。それを足にかけたんですよ、臭いから。まあ、いい匂いにしようと、うん、なんかそのいい匂いって 甘い匂い、マンゴーだっけあれ。なんかそんな感じ。そんな匂いの、めちゃくちゃいい匂いなんだけど、マンゴーの匂いと、そのねっとりだとしたら不快になる足の臭さが混じって、うわ、それ逆にきついんすよ。それきついな。なんでマンゴーなの。ま、いや、マンゴー持ったんで。あるやろ、なんかもっとフローラルな匂いが。うん、まあ、マンゴーを選択してたマンゴーいたんで。すごいな、でもそれをチョイスするのもすごいし、まあ、うん、確かに、まあ、たまたま適当に選んだだけが、たまたまちょマンゴーだったっ。でもそれ単体だと本当にいい匂いなんですよ。たまたまちょマンゴー、たま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 た寄ってんのかな、これ。まあ、別にこれは広がらない。これはきつい。なんでリモート。いや、いい、きつい。ライライの足はフローラルなの？僕めっちゃいい匂いですよ。これなんかピカチュウやしな。はい。めっちゃ、ほんまにめっちゃいい匂いですよ。これ、獣臭しそう。足かくだけの放送になりますけど、大丈夫ですか？ちょっと待って、やばいな。やめましょうか。小峠なのにの意味が俺はもうわからない。ライ君の足は多分、いい匂いしそう。うん。僕めっちゃいいです。かわいいですか？でも生活感で変わるよな。俺の話はどこ行ったの？なんすか、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 じいちゃんの脇の匂いみたいな。なんすか、渋い、めちゃくちゃ。でもこれ見てさ、ライってわかる？人の。ちょっとマジで今のこの感じ。わかるんじゃない。ちょっと待って、あの、そこから脱線しよう、一回。ちょ、ほんまに。あの、これ多分
伝わりにくい。でもじいちゃんのでもこれだけで笑えると本当に幸せだなと思いますけどね。なるほど、本当に。なるほど、まあでもそういうもんやろな。匂いが分かった。ディアそうだよな。でもこれちょっと一回聞こうが、ライのマスクがなんでいつもマスクなのかっていうことに対して、わ、それはですね、 CM 後語りましょう。どうぞ、はい、CM どうぞ。マスク取ったらイケメンすぎて、なんでマスクをいつもするんですか。はじゅかちはじゅかち、ライライどこ、ライライどこ、わかるやろ。どう考えても服装とか髪型とかいろいろあるし、顎が長いですね。あ、だからこれなんや。なんで顎カッコしてるの。下こうやったんだろ。そう、全然分からへん。全然、うん、小顔シャープ、ちっちゃい、ほんとに顔が、うん、羨ましい。なんか褒められてるし、なんなん、だったら結局やっとった方がいいことやん。なんか今まで散々隠してた割に、うん、次回スバルさんマスクで別にいいけど、別にいいけどな。他になんか聞きたいことは。聞きたいこと何でもいい、何でもいい。え、言っときたいことでもいいよ。え、言っときたいこと、みんなに言ってきたいとこ。あ、来月バースデーやん。あ、そうだ、僕来月4月23日バースデーなので。あ、そうね、はるかと同じやね。あ、そうやそうや、祝いに来てください。足を運んであげてください。足の匂い嗅がせます。ちょ、それはいい。ほんまに臭い。ちょっと20歳にはもうなってるよね。いや、4月の11で20歳なんですよ。あー、じゃあもうなってるね。なんで今嫌って言われたのかな。俺月末かなと思った。20歳なんてんの。いやいや、まだだから今、年齢で言ったら21やろ。で、19、20歳、飛んで20歳やろ。20歳、そうですね。えらいタイミングに来てるしな、俺な。そうですね。だから今もうディアーズのメンバーの若い子たちばっかり、あと、まあ、ノアっていう従業員がね、いるんだけど。サツキも最近ね、あ、平成10年サツキも未成年やもんね。相当、一番若いですよね。座った瞬間に、うい、一緒に飲もうよって言ったら、あ、ありがとうございます、僕もいただいてもよろしいですか、お水いただきますっていうタイプだから。なんかわからんけど、おお、ごめん、逆にごめんと思って。なんか未成年ぐらい美味しい。まあでもどう考えてもあれやろ、お酒飲んでた方が喋りやすいやろ。そうですね、環境は全て変わりましたね。多分そうなのかもしれないですね。接客にとって一番大事なのってアルコールないと無理くない。俺絶対無理やもんな。おー、多分ノンアルで喋れって言われても無理やね。本当ですか。本当ですか。うん、よっぽどめちゃくちゃ二日酔いでめちゃくちゃ言いたくても酒飲むし。おー、とりあえずもう喋れたらいいみたいな。じゃないと喋れない。へー、どう、ノンアルの営業かれこれ何ヶ月も、4ヶ月目か。そうですね、4ヶ月目となりますけど、どう、未成年のなんか飲みたくとかはなんか飲めない辛さで辛いけど、喋るのは結構僕はいけますね、うん、案外。そういいっすね。え、逆にきつくない、ノンアル営業は。ちょっときついって思うところはありますけど、
接客自体に大事だったらそんなにまあって感じですね。あでもなんか、面白いだろうなこれっていうのってさ、なんかお酒が入ってから言えることとかあるやん。確かに確かに特にライなんてもう温度差すごいもんな今ですか今日酔えなかったんですよね。酔いたい時に酔えないことはありません？結構ありますね、はい。なんか今日は序盤から飲みたいな気分っていう時にはなんか飲めないですね、逆になんか酔わないですよね。すごい。あーでもそういうもんだよな。でもお酒絡みの方が楽しいでしょ、女の子も。楽しいですね。どっち派か、ノンアル派でいいか、なんかノンアルでいいかなっていうのと、ノンアルで楽しい。お酒飲みたい人ってどっち？はい、お酒好きっていう。早いな、お酒多分よっぽど好きなんやろ、飲みに行ってる。まあそうだな、まあ、目的がそうやもんね。焼肉派関係ねえバーカ関係ねえ話すんじゃねえバーカいきなりぶっこんできたあ、まあでもそっか、まあ人によりっけりなんじゃない。 それこそ要は担当がめちゃくちゃかっこよくてとかさ、小峠派黙れよ、黙れよお前変な顔文字のやつ。なんなんですかね。僕もかれこれずっと飲まれてたじゃないですか。1年弱18から飲まれてたじゃないですか。いざお酒飲めるようになった時やっぱお酒飲んだ方が楽しいなと思いますね。自分自身が楽しくなりますね。そうだな。じゃあ逆にライはライとかね、キラリも二十歳から入った。二十歳から。ああ、じゃあそっか。じゃあここだけですね、もう。ノンアルを知ってお酒を飲むタイミングができたっていうのは。まあでもそうだよな。未成年から飲める時代なんてもうだいぶ前やもんね。そうですね。もうだいぶ厳しくなったし。僕に関しては僕が入った日から飲めなくなったんですよ、未成年。あ、それ言ってたな。それ一番、それ大阪やろ？大阪で、それで疫病神言われて、そっから2年間飲めなくて。疫病神。よう耐えたね、2年間。あとあれじゃないですか、なんか指名をくれてる女の子の楽しみ方が変わったっていうのもありますね。あーなんかやっぱお酒自分が飲むようになって、今まで付き合ってもらってたんですよ、ノンアルだからノンアルを飲むみたいな定義ができてたんですよ。その女の子もノンアル、僕もノンアルっていう店の時は、うんうんうん、でもお酒飲むようになって僕も飲む、女の子も飲むから楽しみ方も変わってんじゃないかなっていう。あー一緒に酔えるとか。でも結局極端な話で言うたら飲んでる方が楽しいってことだよね。そうですね、僕が飲んでる方が楽しいですね、まあ、歌舞伎町とかさ、まあ、大阪とか、まあ、名古屋とか札幌沖縄っていろんなね、うちのグループはあるわけやけど、正直やっぱ飲んでる方がやっぱ率は高いわけやん、どこまで行っても。だから歌舞伎町ってどっちなんてちょっと思う部分はあるかも。本当人によりきり、まあ、飲んでる方が楽しいとか、まあそれはそうやろうなって思うもんな。飲んでない時もすごい楽しいですよ、うん、だから、まあ、飲んでる時にポロッと余計なこと言っちゃうタイプもいるじゃないですか。やべ、酔った勢いで、うん、逆にノンアルだと指摘とか、まあ、先輩からの注意とかリアルなやつだね。結構リアルな話なんですけど酔ってない時にそういうの言われると100を覚えられるんですよ、その言われたことを、うん、ただ酔ってると50ぐらいしか覚えられなくて結果が身にならないから、そういう時に場面がやっぱ酔ってない方がいいのかなっていう、曖昧なんですよね、本当に場面によるです、ね、結局、女の子目線じゃない俺らは。そう、ね、どこまで言ってもお客様の話、真面目やな今のが一番真面目な会話やったら、うん、まあ確かにそうやな、まあいろいろあるわな、まあ、とりあえず飲んだ方が多分楽しいってことで、うん、行きましょうか、そこら辺は、ね、ただ、もうこれを機にね、明日以降の営業は大体みんな一発目は狂月ロックで、そうですね強烈ロックでグイして、酔っ払ってから営業しましょう。そうだね、もうその方が多分、仕上がりはいいと思うやけど、わかるわ。ライはね、一番多分ちょろいから、ライとキラリはほんまに弱いな。弱いです。僕最強や。うん。でもそうやろな、ほんまに思うわ。なんでそんな酒弱いん？あ、僕っすか？いや、みんな。だって俺多分、マオ、と飲んだことないもんな。あ、じゃ俺グイってもうないねんな。あ、潔癖症やダメな。酒ないねんな。お、なんかすごいな、みんないくらまで枕 OK 出してる。リア…えリアル、 あるリアル、これリアルですね。リアルってますね。いくら、いくらいくらって何ですか。要はこれやったら枕するよう的なやつやろ、流れ的には。そういう手ではないっすね、なんかないっすね。ないっていうのは考えたことないですね、まず。なんかお金使って枕するっていうなんか聞
機械的な行動はできないですね。へえ。じゃあ100使って枕しますって言うじゃないですか僕が、うん、それがほんまに男性のお客さんとかで100使う時どうしようとか考えない。男性じゃなくまず普通に男性から。なんで男性の話になってきたの。もうなんか脱線してるやん話。最近2丁目行ったんですよ。でも俺どうなんやろマジで。シャンあ どうなんやろな。まいくら使ってくれたら枕したいって言われた時にしてもいいかなってなるか。でも枕言うじゃないですか。童貞っすよガチの。えいや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 、アイドルを隠す。言っちゃダメこれ。いやいや全然ガチの同期ですよ。まず19年間アイドルを追っかけてたんで。いやそれは聞いてるけど。あえすごい童貞ではないやろ。どうまあまあまあそれはそれはキャラではない。うんねキャラではない。そうキャラでしょ。キャラ。いや俺も思ったキャラでしょ。ライライ隣の子殴ってもうめっちゃもうアンチ本当に。アンチアンチをあんた沸かすの炎上やん、うん、ねうんうそういうの好きやん。それは重いわ。でもほんまにいくらやろうな。いくらでも、うん、俺も多分言われたことないよね。そうそう東京に来てこの金額使うから、はいはい、私といてよみたいなことを言われるケースはないから。ないっすね。もうもうなんか設定いらんからチンコ出せって言ってるでライン。僕ですか。もうなんかわからん。もうなんかむちゃくちゃなやつ全部出そうと思ってラインにライン振ろうと思って。でもほんまに思うよな難しいところやけど、うん、でも正直俺はねあのどこまででも枕うんぬんなしに飲みましょうよって話ですよ。 そうですね、そこまでいったらそうですね。もう楽しく飲んだら何でもいいんでね、はい、楽しくなかったら枕します。一人やる気で。楽しくなかったらもう枕すると思う。もちろん一人やる気ですよね。俺の枕も面白くなかったらもう縦に行って。しゃあねえ。それはしゃあねえ。もうそれはスキルやっちゃってと。そういうことですよ。そうですね。はい。今日もご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。楽しい時間はもう過ぎるの早いんで。だし、なんか番宣だけ。まあ来月、バースデーある、何日だっけ?23、23、4月の23に僕のと、はるかかんも。今月中やったら、スバルさんの、あと祝い待ってる。もうええよ、もうええよ、あと祝い待ってるんで。もう十分や。ヨーグルト大好きらしいんで、うん、ベロンベロンにしてください。まず、なんすかね、もう本当にヨーグルトも呼ばないのもお姫次第なんで、うん、それこそせーの好きにやっちゃってキャラじゃないです。